こんにちは、金色玉三郎です。今日はシェルパカやっていきたいと思います。これはね、サイコボーイとかボッチャンとか、を作ってる、グローバルギアさんっていう会社がね、新しく出したゲームになります。ちょっとね、どんなゲームかわかんないんですけど、もうすでに可愛いよね。シェルパカだが貝がパカって開くみたいな、そういうことですよね。これはホタテ貝かな。やっていきたいと思います。どんなゲームなんだろう。ラッコさん可愛い。何このラッコさんがめちゃくちゃ可愛いけど、なんだこれ。この貝殻をなんか集めていくのかな。あ、貝殻を焼いていくんだ。で、動かせるんだ。これなんか綺麗に並べた方がいい。あ、こっちに移動するのか。これもこっちに移動する。で、こうする。あ、合体した。お、なんだこれ。なんか新しい貝殻が出てきた。シェル焼けた。だってサザエさんだ。サザエさんがゲットできました。こんな感じで焼いていくんだ。なるほどね。てん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 、マスカ。聞こえますか？今、あなたの心に直接語りかけています。コアラさんじゃない？コアラさんじゃない？これラッコさんじゃない？あなたが貝をくっつけるところ、こっそり見ていましたが、なんとも見事な焼きさばき、感動しました。あなたは100年に一度、いや、1000年に一度の貝の申し子です。それほどでも。ところで、そんなに才能があるあなたに、折り入ってお願いがあるのです。あそこにいるラッコを見てください。いや、めちゃくちゃ可愛いですよ、ラッコさん。すごくやる気のない顔をしてます。まあ、確かにちょっと、ゆるーくね、ぼーっとしてる感じの顔してる。可愛いよね。どうやら、あのラッコ、少し前に、お気に入りの貝を海でなくしてしまって、あ、そういうことか。そうだね、ラッコさんって貝、割るもんね。途方に暮れているようなのです。なるほどね。かわいそうに宝物をなくしちゃったんだ。あなたの才能があれば、ラッコさんが見つけた貝を見つけて、ついでに美味しく焼き上げることができるかもしれません。ラッコさんはあれかな、生より焼いた方が好きなのかな、このラッコさんはね。どうか力を貸してくれませんか。いいよ。サンキュー。急になんか、急に軽い感じだね。サンキュー。あなたはとってもいい人だね。それじゃあ早速お願いするね。君にはさっきみたいに同じ貝をくっつけて、新しい貝をどんどん開発してほしいんだ。貝だけに。おーおーおー、ダジャレね。開発貝だけにね。そうすればいつかラッコの思い出の貝も見つかるかも。あとの詳しいやり方はこれ読んどいて。急に適当。ありがとうございます。マニュアルをいただいて。焼いてくっつけて、カゴを指でタップして貝を焼こう。同じ貝をくっつけて新しい貝。なるほどね。説明書はここにしまっておくから、読みたくなったらいつでも見てね。オッケー。他にも、シェルポンとか、着せ替えやアイテム記録とか、できることがいろいろあるから気が向いたらやってみてね。それじゃあ、これからよろしくね、ということで、どんどん焼いていくんだ。まあ、とりあえず、これを焼くでしょ。うわ、これ26しかないじゃん。で、これを合体させるでしょ。で、こうなるじゃん。で、これをまた合体させるんだよ、多分。ね。で、これは何ですか？焼き上がりましたよ。ジューシー。白、あ、ミルガイね。ミルガイ。ミルガイも、あれだよね。よく食べられるものだよね。で、ちょっと待って、これ、貝から生まれたシェルポイントを使って、焼けるやつを開発しよう。なるほどね。どんどん貝を焼いていくと、シェルポイントが溜まっていくと。そのポイントでまた貝を買うんだ。なるほどね。網の上に貝、ある貝からはシェルポイントが発生する。シェルポイントはどんどんなんかどっかに溜まっていくと。で、焼けるやつを開発するんだ。オリジナルの単位。1000A は 1B。はいはいはい。1000B は 1C。なるほどね。オッケーオッケー、了解了解。そういうことか。この範囲の貝がカゴから出るよ。あ、これは1から 1? おー、ちょっとあんまよくわかんないね、ここは。新しい貝を開発する？サザエ。おー、あんまちょっとピンとこないな。この子からはなんか3ポイント出るってことなのかな？あとこれはなんだ？ 5 分に1回回せるんだって。チケット。30分間。30秒間焼き放題チケット。大量チケットとかいろいろあるんだ。とりあえずちょっと回してみるか。5分に1回なんで回せるでしょう、おそらくね。動画を見ると必ずチケットが3枚、当たるということな。ちょっと一旦ね、動画を見て、広告を見てね、ちょっと回してみたいと思います。
さあ、チケットゲットしましたよ、回したらね。おや、そのチケットは、どうやら、貝割り大会出場権を手に入れたようだね。そのチケットを使うと、貝割り大会に参加できるよ。1位になると、賞金が弾むらしいよ。たまにボーナスももらえるみたいだから、チャレンジしてみてね。貝割り大会だって、チケットは何個かゲットしたよ。焼き放題チケット、大量チケット、貝割り大会、出場権ということでゲットしました。で、この目標っていうのもあるね。あ、いろんな目標をゲットしていくと、なんかこうやってゲットできるんだ。高級マッチいただきました。とりあえず、今できるこれ26とかあるから、どん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 、一旦ちょっと焼いていってみるか。このミルガイもパワーアップできるでしょう、多分ね。なのでちょっと一旦ガンガン焼いていきたいと思います。オッケー、これでミルガイが2匹になりました。なので、ミルガイとミルガイで合体させます。あ、カキだ!カキだよね、これ、絶対。カキは美味しいよね。カキきつわー。はい、カキゲットしました。で、ちょっとまたカキも合体させるわ、じゃあ。はい、とりあえずね、ちょっとカキとカキ合体させていきたいと思うんですけど、これ見て。上ですね、上。上にさ、32. 何とか何とか B って書いてあるじゃん。これ、毎秒、この網の上にあるポイントずつ、どん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 増えていくんだね。ポイントが。で、これがどんどん増えていくと、交換できるようになるっていう、そういうことですね。なので、網の上にもいっぱい貝はあった方がいいんだよね、多分ね。なので、合体させて、どん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 、この網を、効率よく、網の上にいっぱい貝を置いて、ポイントを増やしていくってことなんだろうね、多分ね。で、牡蠣がね、ちょっとできたんで、一旦牡蠣合体させたいと思います。さあ、どうだ?なんだこれ?あ、見たことあるよ、これ。何貝だっけ、これ。マテガイだ。マテガイもなんか美味しいんじゃなかったっけ確か。ね。マテガイは160、160A ポイント、毎秒溜まっていくということですね。あ、なんだ?ラッコさんがお腹を空かせてフライパンを持ってきたようだね。何か作れと言っているようだよ。あ、でも作ってくれたらお礼をくれるって。貝を焼くのに便利なすごいご褒美だってさ。フライパンをタップするとクッキングの内容を詳しく確認できるみたい。よかったらチャレンジしてみてね。へえ、ここでしかもらえない豪華なご褒美がもらえる。なんか真ん中真珠だね、これね。パール貝だっけ?ね。クッキングは何度でも変更できる。難しい時は変更してみよう。オッケー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 。ニュークッキングよろ。ラッコさんからメッセージ。お魚さんあるけど。あ、なんかゲットできました。お魚を拾う。浜辺にはたまにお魚が打ち上がる。お魚を10個拾うとプレゼント。なるほど。これもだから見逃しちゃダメだね。で、これで、ミラクルシェルだって、カイさんと、あ、なるほど。うわ、これ、あれだね。だから、カイさんが必要で、あ、カイさん来てる来てる来てる。カイさん、カイさん。だ、これで、こうなるでしょ?で、あとは、あ、勝手に合体したんだけど!ちょっとなんか勝手にどんどん進んでいって、なんか勝手にやられたんだけど違うのに、僕がやりたいことはそうじゃないのに。これが必要なんだよ。勝手にやらないで。勝手なことされました。で、こうして、これが2に、あ、これ1個ずつ置いていた方がいいね。置いていって、はいはい、置いて、OK! これで、いいんだよね。なんかすごい貝のピザ食べて、お箸で、ピザできたけど、お箸で一気に食べて、あと2セットだって、まだ、あ、なるほど、いっぱいいるんだね、これね。いっぱい必要なんだ。だこれで乗せていって、これも乗せて、OK。これでどうでしょうか?またピザができて、ピザをお箸で食べて、お箸上手だね。さあ、ラスト1セット。ラスト1セットもまあまあそんな難しいことではないね。どん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 焼いていきましょう。ガッツシガッツシで、置いて。さあ、どうでしょうか?これでまた食べてもらって、まあ、その間にこれ焼いておこうか。いっぱい貝が盤面にあった方が多分いいだろうから。さあ、クッキング終わり。お疲れ様。クッキングでラッコさんを満足させられたようだね。あ、お礼にご褒美くれるみたいだよ。さあ、これで、これね、ミラクルシェル。どのシェルにもくっつけられるミラクルなシェル。トランプで言うジョーカーみたいなことか。受け取るとすぐに使用される。はい、もらう。これに貝をくっつけるとランクが一つ上がる。このミラクルシェルはなんと、どの貝ともくっつけられる奇跡のシェルなんだよ。だから一番ランクの高い貝とくっつけるのがお得。それじゃあ早速好きな貝にくっつけてみて。
え、つけないといけないの？ちょ、待って。じゃあ一旦、こうして、どこまでいけるだろう？これ今。しじみが焼きました。ね。しじみが焼きました。ちょっと一旦いけるところまで行ってみるか、これ。まだこのままいけるから、これまだ使わない方が絶対いいでしょう。だって一番レアなやつとくっつけられるんだから、今僕が作れる一番レアなやつを作ってからやった方が絶対いいと思うんだよね。でもこれじゃ間に合わないから、この補充するがあるから多分広告見たら補充できるんじゃないかな。ね、ちょっとこれでちょっと補充してみよう。あ、広告動画を見て今すぐ補充ってあるからちょっとこれで一旦補充してみるわ。オッケー、補充できました。じゃあこれの調子でちょっと頑張っていくわ。はい、一応2回シェルこれ集めたかな。これね、どうやら無限に2回やったんだけど、無限かどうかわかんないけど、3回4回とかできるみたいだね。とりあえず3回以上はできるみたい。広告を見てすぐ補充っていうのはね。で、ちょっとまあこれちょっとキリがないんで、一旦この、ちっちゃい貝さん、これをガッチャンコさせて、これなんだ、ピンクの貝だ。これも見たことあるな。ホッキ貝か。ホッキ貝も美味しいもんね。さあ、で、ずっとこれがね、出ちゃってるんで、このジョーカーみたいな子がね、これをホッキ貝と合体させたいと思います。はい。これで、新しいの来たー！赤貝だって、赤貝は食べたことあるのかな？どうなんだろう？赤貝だって。美味しそうですね。すごい完璧だね。他にもいろんなご褒美があるからまたチャレンジしてみてね。それじゃあ頑張って。さあ、ということで、続いて、貝割り大会出場権。これちょっと使ってみるわ。貝割り大会ね。あ、簡単モードをまずクリアしないといけないんだね。オッケー、簡単モードやっていきたいと思います。トーナメント形式なんだ。はい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 。相手強そう。どうやんの？タイミングよくタップ。カーソルが重なったらタップをタップ。タップをタップね。完璧に重なった状態でタップできたらボーナスゲット。なるほどね。レディーゴー！はい、あ、ちょっと待って、普通に難しいの、難しいんじゃないこれ。勝った？あ、勝った。勝ったけど、2回戦、オッケー。強そう、インテリ系だ。これしばらく待っていいのかな？そこ！いやー、完璧ではないか。でも、どうだろう。オッケーオッケー、勝ったは勝ったけど、結構ギリだな。結構ギリ。ここで、ぴったり合わせたいね、ぴったり。いや、でもめっちゃちっちゃくなってる。そこ！いや、いいじゃない、結構重なったんじゃない？ただ相手ボクサーみたいだけど、どうだ？オッケーオッケー、なんとか勝っていく。なんとか勝って、見事に1位です。やったー、やりました。で、ポイントがゲットできるんだ。あ、で、広告を見るともう一回やることもできたりするんだ。まあ、しっかり広告を見ればね、いっぱいできるようになってるから、すごい暇つぶしとはめちゃくちゃいいよね、これね。優しい設計だと思う。はい、続いてこの、焼き放題チケット。まあでもこれが一番すごいのか。じゃあ大量チケットを使ってみるか。網の上がいっぱいになるってことは、これ他全部いっぱいになるってことだよね、多分ね。今3つ枠埋まってるけど。大量チケット使ってみたいと思います。えい！これでどうなる？これガチャ回したらもらえたやつね。これで？おー！いいですね！おや、網の上がいっぱいだね。網がいっぱいで貝が置けないときは、ラッコに貝を渡すと美味しく食べてくれるよ。ちょっとやってみようか。え、嫌だけど。まあ、1個渡さないといけないのか、じゃあ。え？そうそう、いい感じ。ちなみに一番高いランクの貝は渡せないから注意ね。それと間違って渡してしまった時は、1個前の貝なら返してもらえ。大丈夫なの？ボロって出すってこと？いらない貝はラッコさんに渡そうと。くーれって書いてるね。一つ前にあげた貝は食べられなくなっ、あ、食べられてなくなっちゃうよと。じゃあ返してもらう。あ、手に持ってるわ。じゃあ返して。投げた！いらないシェルもらえます。かわいいな。もう一回返してもらおう。返して。めっちゃかわいい。オッケーオッケー。とりあえずじゃあこれで集めていこっか。どんどんね。これで結構気持ちいいよ。この音とかね。ポン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 って。ポンポンポンってなってくれるから、すごく気持ちいいです。非常に気持ちが良くて、さあ、これでガッツシガッツシね。ガッツシガッツシやっていって、あ、はいはい、ここが今の限界か。ね、今の限界がここですよと。ほい。で、またね、このセットも来てるね。どん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 、なんかハイパートングとかね、面白そうな、
カゴの容量が 1.5 倍になるとかね、結構いろんな面白そうなものもありますね。ただ結構要求は厳しいね。細長い貝が2匹と、ね、これ何だったっけ？赤貝じゃない？なんか忘れたけど。細長い貝2匹作らないといけないから、結構要求は厳しめかもしれないです。あ、で、あとね、これ、シェルポイントでね、多分もういけるようになってるわ。サザエさん開発できるんで、これちょっと開発してみたいと思います。サザエさん。オッケー。サザエさんでももともと持ってるよね。シェル開発。え、持ってなかったのかな？あ、なるほど。サザエさんを開発したら、次は、この子になるんだ。ミルガイを開発できるんだ。え、これでつまりどういうことだ？開発して、この範囲の貝がカゴから出る。なるほど。だから、ここでどんどんポイントを貯めていくことによって、この補充した時の貝が多分増えるっていうことなんじゃない？おそらく。この2種類、今まではこのホタテ貝かなしか出なかったのが、サザエさんも出るようになると。で、今度はポイント貯めていったら、白ミル貝が出るようになると。どんどん効率が上がっていくと。いや、これなんか面白いね。僕こういうの好きだよ。こういうの好きだな。楽しいね。はい。あれからね、ちょっと裏でやってたんですけどね、ムール貝、この9のやつね、ムール貝がね、なんか勝手にできちゃった。勝手になんか、合成されちゃってね、できてしまいました。これね、図鑑はね、あれなんだよ、ここで、この焼けるやつで解放したやつじゃないと詳細は見れないんですけど、確かこの8番が赤貝だってね、赤貝を合体したらムール貝になりました。はい。で、あとは、これだね、ラッコさんが欲しがってるやつができたんで、ハンバーガーだ、今回は。ハンバーガーができました。ただこれ3回作らないといけないんで、多分ね。結構ね、ヘビーかもしんない、これ。作るの。なかなかにヘビーです。でですね、やりたかったことがあとあって、それがこのチケットで、まあ、さっきもね、ガチャ引いてゲットしたんですけど、この、焼き放題チケットだよね、30秒間。これちょっと使ってみよう。焼き放題なんだよね。どういうことなんだろう。もう、バンバン入れていいのかな。あ、焼き放題。わあ、すげえ。だから、どんどん合体させていくんだ。なるほど、なるほど。急げ、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 急げ。これもガッツしいって。サービスタイムだ、サービスタイム。急げ、急げ、急げ、焼け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 。これ楽しいね。これ楽しいよ。これはなんとハッピーなことでしょうか。いや、でもこれちょっと待って、追いつけない、追いつけない。もうわかんない。何をしてるのかわかんないけど、一生懸命やって、なるべくでかいゴージャスなやつをがっつりいきたいところではある。終わったか。終わったわ。焼いた数63。だってこれもっといきたいね。もっといきたい。点数とかもあるんだ。いやー、これは結構嬉しいね。ちょっともう一回チャレンジしたいな。まだあと2枚チケットあるんで。もう一回チャレンジしたいな。で、これもちょっと、あれだな、意識していかないといけないね。これもちょっと意識しつつ、できればセットね、揃えちゃいたいんで、さあ、これでまたお箸でガッツし食べてもらって、あと1セット揃えたらいけるんでしょ？はい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 。このミルガイさんと、カキと、あとこれは赤貝か。だからもうちょっと頑張らないと作れないかな、この赤貝はね、確か。ここか？これの、さらに向こう側か。結構大変だね。結構大変。で、あとは最後にこれか。オッケーオッケー。ちょっとミール貝の向こう側もね、行きたいよね。とりあえずこの大量チケット、貝割り大会もまた出れるけど、5分間、ほにゃほにゃが溜まる量アップっていうのもあるね。マッチね。焼き放題チケット使うか、これね。もう一回使います。ちょっと今度はしっかり行きたい。なるべく豪華なやつを合体させていった方がいいんだよね、これね。合体。さあ、どんどん行く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 。どん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 ガッツシガッツシで、ガッツシガッツシで焼いていって、あと勝手になんかね、ほら合体していくでしょ。これで、あれなんだよ、ムール貝も勝手に焼かれちゃったんだよ。なんか勝手にこれは多分ね、優しさでやってくれてるんだろうけど、これがね、あだになって、行っちゃったんだよ。さ、オッケー。いやー、さっきよりもでも焼いた数は少なくなってるな。結構うまくいった感じがする。でも点数は、最大コンボが多かったからか。でもこれ点数がすごいから、何かあるっていうわけじゃないもんね。多分ね。
オッケー、これでセットできました。ご飯。ラッコさんのご飯できました。さあ、もりっと食べて、これでクッキング終了だね。さあ、ご褒美として、ハイパードング10分間最高ランクのシェルばかり出ると。これちょっと使ってみたいね。あ、ご褒美は受け取るとすぐに使用されますって書いてる。これ、もしかして10分間ずっとやり続けないといけない?これ。え?どういうこと?あ、これ補充したら、最高ランクのやつが出るんじゃない?これ、カキ開発したら、カキばっか出るんじゃない?そういうことじゃない?ね、これだから結構タイミング重要なんじゃない?とりあえず、ここの、場を片付けて、場を片付けるのは大事だから、場片付けさせてもらって、ね、これで、ちょっと寄せといて、で、ちょっとこれ補充してやってみよっか。え、そうだよね。ちょ、急がないといけないんだ、今。急げ、急げ!さあ、これでどうなったんだろう。ちゃんとできてる。なんか別に最高ランクのやつ出ないけど。最高ランクのやつが出現中?あれ、あんまちょっとどういうことかわかんないな。でも、カキはさっき買ったから出るようになったんだけど、ちょっと何が変わったかわかんないな。最高ランクだけ出るのかと思ったらそうじゃなさそうなんで、ちょっとよくわかんないけど、まあ、とりあえずガッツシガッツでやっていきますか。とりあえずガッツシガッツでやっていって、さあ、いいですよ、いいですよ。どん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 で、これ。どんどんやっていって、で、次はこれ何が必要になるんだろう。あ、これはもう一緒だね。ミラクルシェルも、ハイパートングももらえるんだ。まあ、これクリアするのは結構大事だね、やっぱね。クリアするのでも全然変わってくるんで、めちゃくちゃ大事。あ、なんか、あれだな、汚いな。いろんな、あらゆる違う種類が一匹ずついるね。焼き放題チケットもじゃあもう使うか、もうガッツリ全部使っちゃおう、もう全部。全部使って、このムール貝超えたいね、なんとか。なんとかムール貝超えた。うわ、でもなんかめっちゃレアじゃない?ほら。レアなやつばっか出るよ。ね、レアなやついっぱい出てる気がするけど、これ気のせいじゃないよな。明らかにレア度高いよな。これ多分、あの影響じゃない?明らかにレア度高いもんな、これ。ね、明らかにレア度が上がってるんで、すごくいいですよ。すごくいい。すごく、逆にもうあれが出ない。ちっちゃい、一番弱いホタテ貝みたいなやつがもう出ないもん。さ、終わりだけど、焼いた数はあれだけど、相当すごかったよ。めちゃくちゃゲット。いや、これすごいんじゃない?ちょっと一旦ガッチャンコして、ムール貝が、でもムール貝まで行き着くのがめちゃくちゃ大変だね。ムール貝、作ろうと思ったらかなり消費するんで、なかなかムール貝まだたどり着けないよ、これ。ね、ムールグマ、めちゃ噛んでるな。ムール貝まで行くのが相当難易度高いわ。これで赤貝、あ、これでいけるんじゃない?ムール貝、来た!そしてムール貝が合体して、アワビだ!アワビがもう一番なんじゃない?アワビより高級なのあるの?ね、アワビゲットしました。アワビなんて超高級じゃんね。はい、こんな感じ。あとは、まあ、高級マッチと、あと、貝割り大会出場権か。貝割り大会ちょっと、あれだね。最後に挑んでみるか。あ、なんか来てるよ。手紙みたいな。これを拾ったあなたへ、はじめまして。この海の向こうにいるあなたに、ボトルメールを出してみたよ。あなた、今、何をしていますか?私は今、夕焼けを見てるよ。私より。え、自分が送ったのが帰ってきたってことか?あ、中に入ってる。着せ替え?着せ替えだって、どこで着せ替えするんだ?これか?いいね。これ夕焼けにしてちょっと影できてるけど。おしゃれだな。後ろのね、海の着せ替えね。これめっちゃ種類あるな。あ、広告とかを見ると、これもういろんなのがもらえるようになってるんだ。いや、すごいね。なんかすごいウィンウィンじゃない?このね、作ってる会社さんには広告を見ることで収益が入るし、僕らも無料で、こうやって可愛いイラストとかをゲットすることができるっていうことだから、すごくウィンウィンでいいですよね、これね。で、これ次はマテガイがゲットできるんだ。オッケー、じゃあ、貝割り大会最後ちょっと普通モード、遊んで終わろうか。絶対勝つよ。
絶対勝つ。で、結構むずいよね、これね。ぴったりに行くのが結構むずいんだよ。普通に難しくて、さ、レディーゴーで、普通に、うわ移動式だ。いや、でもいいんじゃない割と、完璧ではないけど。どうだ OKOK、なんとか勝つぞ。なんとか勝っていく。ぴったりではないけどね。あ、前髪があって可愛いね、この右のラッコさんね。さ、ちっちゃくなってる。そこ !OK! これは完璧、クリティカル初めて出た。これは勝ったでしょ。いや、決勝戦出てて欲しかったな。クリティカル。いや、最後これ決勝戦クリティカル出さないと勝てないんじゃない？かわいい。なんかマスクつけてる。タイガーマスクみたいなのつけてるけど。ここ !OK! 分かってきたぞ分かってきたぞ、やったー、やりました。あ、ちゃんとこっちも夕焼けになってるんだ。さあ、見事に優勝しました。ありがとうございます。いや、これ嬉しいね。1位ゲット。はい、ということで、めちゃくちゃ楽しいゲームだったね。これ放置してたらさ、このどん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 上のね、今 25. なんとかなんとかしって言ってるけど、勝手に溜まっていくんだよね。で、スマホ多分閉じてる間でも、また開いたら、放っておいた間のポイントって多分もらえるようになってるんですよね。なので、めちゃくちゃいいね。やらないときも勝手にポイント溜まっていくし、みたいな、感じで、ちょっと放置ゲー要素もあってね、すごい楽しかった。あと、何より可愛いね。全部、カイも、ラッコさんもすごい可愛かったです。まあ、裏でもね、ちょこちょこちょっと多分やると思うわ、これね。図鑑集めたいもんね、めっちゃ大変そうであるけど、図鑑集めたいもんね、まだまだあるから、ほら。27まである。エビあるね、エビ。エビとか、キノコとかもあるから、ね、まだ、10のところでね、やっとアービーになったぐらいなんで、ちょっと裏でもやろうかなと思います。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。